まあ、この辺のところはどのようにこう変えてきた岩政カラーというのはどう出るのかというのは、ね、楽しみですけどね、両監督ともに現役時代はディフェンダーとして活動活躍をしていました。奪ったボールはあまり手数をかけずにタリク入れ替わってきました。ボレーシュート。いやでも一番厳しいところにこれセガーが侵入したんで、あともう一つはこのタリクとセガーのポジションが近かったと。後半から入りました町野です。米本グランダーのパス、セガーまだコントロール入れ替わった。左足正面、間で受けました。決定機湘南、ミサオのサポート、安西狙う。ミドルレンジで思い切って狙っていきました。これも落ちてると思いますけど、そうですね、これナイスキーパーでしたね。上から落としてきました。安西のフィニッシュ、鹿島が取ります。泉、エベラード、股抜き、狭いところつないできました。引きつけて樋口、エベラード、鹿島先制。素晴らしいと思います。まずこのボックスの角のところでちゃんとボールキープできる、この、 パスをした後ちゃんと自分の仕事っていうのは点を取ってチームを勝たせることだと。このポケットの中にこの樋口が侵入してしっかりと今度はワンタッチで左足でゴールに流し込む、はい、見事。まあ、どうしても前半から飛ばした分少し運動量は落ちてきています。米本ミドル、ファーサイドを狙ってきます。大野ヘディング、追いつきました。ベルマーレ、ファーサイド、大野折り返しに瀬川です。この折り返しが良かったと思いますね。うまくこれ折り返してファーポスト、はい、まずこれ大野ですけれども、ここからうまくちょっと戻ったようなボールだったですけど、瀬川も体をこうひねってゴール方向にボールを飛ばしたと、はい、この、まあ、そのまま会議がやっていました。左ワイドにメレケを置きます。スペースうまく入れ替わってダイレクト、瀬川が当たりませんでした。試合終了。リスタートを触ってもう一度やり直した岩政監督が今猛抗議してます。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notifications